今回津波の恐ろしさは本当に実感したんですけども、こう地震からはですね絶対身を守ることができるんですよ。対策さえ取れば。それはもう建物の耐震化と、それから家具を固定したり、対策をすればもう絶対大丈夫。だって野原で地震震度7があったって絶対怪我しないじゃないですか。その際にこう目安になるのが、あの新耐震旧耐震っていうあの言葉をよく聞くと思うんですけど、その昭和55年以前に建てられた、木造住宅、マンションでもそうなんですけども、特に木造住宅にお住まいの方はこれもぜひ急いであの耐震診断を。耐震診断というのはその建物がどのくらい地震に耐えるかということを調べることですね。まあ古い木造住宅にお住まいの方は割と高齢の方が多かったりして、もう私はいいよっていう、うち あの母親もあの80超えて同じようなこと言うんですけど、お子さんやお孫さんが遊びに来るじゃないですか、泊まりに来るじゃないですか。その時もし地震が起きたらっていうことを考えたら、まあ、耐震補強にかかるお金って木造住宅でまあ100万とか200万とか、まあいろいろ方法があります。一部屋補強ってのがあって、おこれ結構画期的だなと。非常に単純で、寝る部屋を鉄の枠で囲むわけですよね、内側から。で万一木造の建物が壊れてもその枠は残りますから、そこで寝てれば大丈夫。で昼間起きていて地震の揺れを感じて外に逃げる余裕がない時はそこに逃げると、そこに入れば助かるというもので、これはもっと安く済みます。たくさんの震災の被災者の方に会いましたけれども、本当に言われたのがあの家具の固定ですよね。であるお家庭を訪ねたら、もう寝るときは絶対こうタンスとか荷物のある部屋には寝ないでくれと。まずそれが大事だと。重いものがある部屋には寝ないと。その超高層マンションの問題ですよね。ちょっと中央区も超高層マンション多いですから、やっぱりまずエレベーターが止まるわけですよね。で、まあ、停電します。でエレベーターが止まります。であるマンションでは3日間動かなかった。で30階建てぐらいのマンションですから、で電気が止まるとエレベーターも止まるし水が出なくなる。30階とかですから、こう上がるのに20分とか30分とかかかるわけですよね。でしかも行ったり来たりしないといけないですから、いろいろ用事はありますから。でそういう状態が3日続いて、で別のマンションではもうマンションの住民の方たちがこう上に帰れなくなってロビーで数日間過ごした。であるご家庭はやっぱり高層階にあって、奥さんがこう足がちょっと弱くて、あの足がちょっと不自由で、でエレベーターが復旧したんですけれども、一度下に降りてしまって、それでまた余震で待ってエレベーターが止まったらもう家に戻れなくなるからこう怖いっていうんで1ヶ月外に出なかったってですね。誤解しないでいただきたいのは、そうは言っても超高層マンションは頑丈にできてますから、安全という面では、命という面ではまずそのすぐ建物が壊れたりするということはないわけです。特にお年寄りとかこう足の弱い方とかはですね、あのなんていうんですかね、やっぱり注意してお住まいにならないといけないと。津波てんでんこっていうのもこれすごく有名になりましたけど、これってでも本当究極の防災のこう哲学なんだなと思います。あの例えば親子の間でも、もう自分が安全なところに逃げる、お互いを探しに行かない、助けに行かない、それぞれがこう一番高いところにこう避難をするんだということを共通で認識しておくと。そうするとお互いが探し合って、巻き込まれることがないという信頼関係でもあるわけですね。こう震災とか災害が起きたときにこうどういうところに避難をするよっていうふうに家族で話し合っておく。そうすればやはりお互いにこう探してこうそこに時間を浪費するっていう必要がありませんから、その家族内で そのいわゆるこう災害てんでんこ話し合いをしていくってことは非常に極めて大事になると思います。